はい、ナマステ。このビデオは、JFND の、行動中心アプローチの2022年のビデオの、第4週のうちの3本目のビデオになりますね。はい、ここではですね、今週は、実際の授業の例をご紹介していますが、本屋さんでバイクで、本屋さんで、ツーリング用の地図を買うことができるっていうね、こういうキャンドゥステートメントの中の、2つ目の、CDS、まず1つ目はその本屋さんの中でどこのセクションに行ったら、地図を見つけることができるかっていうやつでしたけど、ここ2番目の CDS はその行ったセクションで、実際に自分がツーリングしたいと思っている地方の地図ですね。それを見つけることができるかどうか。こういう CDS についてお話をしてみたいと思います。はい。ここではですね、仮に東北地方に旅行する予定だと仮定しておきたいと思いますね。はい。まずですね、じゃあ試験。試験はどういう試験をするか。まず最初に評価を考えるってことを言いましたけど、その評価は、こういうふうにですね、一覧があるわけですね。地図が、いろんな地図が置いてあって、その中から東北地方の地図を選ぶことができればいいわけなので、この中で指さしたりして、一番左のやつとか、一番左の下のやつとかですね、そういうふうに言えればいいわけです。もちろんそれは日本語で言える必要はなくて、指さすだけでもいいし、現地のね、媒介語で言っても構いません。はい。で、一番最初に、わかりやすいのはですね、こういうのを見せると、すぐに意味がわかると思います。左の方にね、マップオブ東北って書いてあって、右側に東北の地図って書いてありますね。もうさっき、地図っていうことが、漢字教えましたよね。なので、左にマップオブ東北って書いてあったら、この東北の地図のどの部分が地図で、どの部分が東北なのかっていうことはすぐにわかると思います。で、東北っていう漢字は両方ともちょっと左右対称っぽいですよね。だからこれも、そんなに、覚えるのは難しくないと思います。この2文字だけを覚えるのはね。はい。で、この中に、今ここに6文字ね、漢字がありますから、この中で東北っていうのを指さしてもらいましょう。ここの中はもうちょっと増えてますよね。6、7、8、9文字。漢字が9文字あるから、この中から東北を選んでもらいます。でね、さっきの一番、こことね、東北の、フォントがね、微妙に違っているの分かるかと思いますけど、それはね、無理に統一しない方がいいです。はい、なんでかっていうと、本屋さんのね、ここではキャンドゥステートメントが、いっぱいある、本屋さんの中でいっぱいある地図の中の東北のバージョンを見つけなければいけないっていうことですけど、その表紙のね、フォントっていうのはいろんなフォントがあるんですよ。なので、いろんなフォントを、混ぜてみせる、混ぜた方がむしろいいと思いますね。はい。あれ、ちょっと待って。はい。もうここにもいっぱいあります。はい。指さしてくださいでもいいし、いくつありますかとかね。それでもいいかもしれませんね。はい。で、こんな感じで。この辺はね、実際にある、本の、あれですね、表紙の中から、東北というのが出てくるのを、選んでいます。はい。こういう感じに、東北っていうのが、これも全然違うフォントですよね。はい。これも全然違うフォントです。はい。はい。こんな風にね、もうたくさん、東北っていう感じを見て、見つけるね、練習をしておけば、これが、試験の、もう一回再掲してるんですけど、試験をもう一回見せていますけど、この中から東北っていう漢字を見せるのはそれほど難しくないんじゃないかと思いますね。はい。はい、じゃあ次ね、もう一つ、これが、3番目の、今日の最後の、キャンドゥステートメントになりますけど、3つ目の、キャンドゥステートメントはね、地図の値段を知ることができるっていうことです。はい。で、ね、これはね、実はあんまり難しくないんですよ。なんでかっていうと、こういうふうにね、日本語の価格のっていうのは基本的には、漢字じゃなくて、この数字でね、書いてあるし、その後ろに円っていう漢字がありますね。いつも大体必ず円っていう漢字があります。あるいは、この Y に、アルファベットの Y にこうやって線が2本あるやつとか、それがあるので、それが値段のマーカーっていうことになりますよね。なので、
それがあったらその前にある、この円という漢字の前にあるのが、基本的には値段だということが分かれば全然問題ないです。で、まあ、これがね、今見えているのが、試験ですよね。こういう試験をやります。こういう評価をしますという。で、これに合格さえできればいいので、だとしたら、ここで読み方は必要じゃないですよね。読み方は必要なくても、どっちが安いかは分かります。分かりますからね、選ぶこともできます。はい、なので読み方もここでも教える必要はないです。ただどこに数字があるのか、それだけ分かればいいわけですね。はい、これいくらだと思いますかって書いてあって、ちょっと見にくいんですけど下に書いてありますね。はい、1500円かな。はいはい。で、これもいくらだと思いますかって書いてありますけど、もう繰り返し言いますが、これが1500円ですって日本語で言える必要はないです。もう媒介語でね、ヒンディー語の授業だ、ヒンディー語で話しているクラスだったら、ヒンディー語で言えばいいし、英語だったら英語で言えばいいと思います。はい、もうここにも、これもここにありますね。はい、これはこちらにあります。はい、これちょっとわかりにくいですけど、この辺にあるんですね。これどこだっけ？あ、あったあった。はい、もう、ぼかしすぎてちょっとわからないんですけど、ここに、値段が書いてあります。はい。あとね、もうこんな風に、実はね、地図っていうのは、縮尺とか、いろんな数字が書いてあるんですね。あと、発行された年とか。あと、なので、こういう風にですね、一つの、地図の表紙に、こんな風にですね、いろんな数字が入っていることがあります。あ、ここにもありますね。はい。なので、この中のどれが数字かが分かれば、まあもうその人はそのこの本の値段を知ることができるというのは言えると思います。分かるというのは実際にこの中の、値段の部分を指さしてもらうとかですね。そういうことです。はい。じゃあ教え方の留意点、もう一度言いますけど、書けるようになる必要は全然ないですね。はい。円とかそういう感じもね。それから、発音できるようになる必要もないです。なぜかというと、その値段を知るだけでいいわけですからね。はい。で、キーボードで入力できる必要も全然ないですね。それから、今回の円、いくらの円ですね。円と門の区別ができるようになったりする必要もないです。なんでかというと、その地図の表紙とかにですね、2500門とか、そういう、そういうふうに書いてある可能性はほとんどないので、もうそれは無視していいと思います。はい。じゃあ、ここからはですね、少し違う、話なんですけど、まあ、行動中心アプローチの方がいいっていうね、そういう理由について一つご紹介しておきたいと思います。これはね、ちょっと、このリンクを開いたらすぐ、わかりますけど、まあ、よく、教科書の名前は言いませんけどね、ここではね。はい。ですけど、よく使われている、まあ、今一番最もよく使われている、初級の教科書から、丸ごとにね、教科書を変えた。そしたら、この課題遂行能力が、伸びたっていうね、課題遂行能力っていうか、この平均的な口頭のやり取り能力が、それまでに使っていた伝統的なオーディオリンガルの教科書よりも、伸びましたと、そういうことですね。そういう、実際のデータもあります。はい。なので、行動中心アプローチの方が、その課題遂行能力っていうのはね、課題遂行っていうのは要するにタスクをするっていう意味です。はい。なので、その行動を実際にやる能力は、もちろん行動中心アプローチの方が高いというわけですね。はい。それから、行動中心アプローチにね、本当によくある誤解、とてもよくある誤解ですね。で、今日のね、ここは、この授業の例では、文法はちょっと扱いませんでしたけど、でも別に行動中心アプローチは文法を教えないというわけではないです。はい。で、もしね、そういうふうに思っている人がいたら、二つね、ちょっと私は言いたいことがあります。で、一つは、まあ、まずは言語が中心じゃないんですよ。だから行動が中心なんですよね。だからその行動に文法が必要ない、ない場合ね、その場合は、文法は教えないし、文法が必要だったら文法は教える必要があります。じゃあ例えば文法が必要ない行動っていうのはどういうものかっていうと、駅の名前ね、駅の名前ひらがなで書いてあって、それが今どの駅にいるのかわかるとか、そういうのは言葉が一つだけですよね。で、そういう時には文法は全くいりません。はい、だけどその、
言葉が2つ以上の場合はやっぱり文法というのが必要になってきます。例えば私行きますとかね、私行きませんとか、そういう時には文法が必要になってくるので、必ず、文法は教えなければいけません。その行くか行かないかを言わなければいけないとかね、そういう行動の場合は、はい。で、あともう一つ正解2のところにありますけど、あの文法を教える時にですね、あのその行動に関係ない用法とか例文は教えないっていうわけです。はい。これが文系シラバスの場合は、一つの、文系を教えるときに、いろんなところで、使えるようにならなければいけませんよね。だから、たくさんの用法、たくさんの場面を教えることが多いと思います。だけど、行動中心アプローチのときは、目的はその一つの行動ができればいいんですね。はい。なので、その行動とは関係ない場面、関係ない行動、そういう時に使う、用例とか、例文は教えません。はい。これがその、行動中心アプローチは文法は教えないっていうね、そういう誤解に対する私の説明です。はい。でね、今の話は実はちょっと詳しく話すととても長くなってしまうので、ちょっと一回 YouTube に、録画してですね、載せてあります。もっと詳しく聞きたい人は、私の YouTube の、この、行動中心アプローチでは文系が多すぎて大変っていうね、そういう誤解について、説明した、ビデオがありますから、こちらも見てください。はい。で、来週までの課題なんですけど、はい。今週は、課題はありません。はい。皆さんおめでとうございます。はい。今週はゆっくり休んでいただければと思います。だけど、再来週までの課題っていうのがありますね。はい。なんでかっていうと、今週は課題はないんですけど、来週はですね、実際の会話ですよね。会話の授業の例もちょっとご紹介してから、で、その後ね、皆さんに、今回のね、読んで判別するものと、それから、あるいは、会話か。それも皆さんが選ぶ行動によって、読んで判別できればいい行動だったら、今日の、授業例を参考にして、教案を考えてほしいと思いますけど、ですけど、そういう行動ではなくて、会話が中心の、授業、そういう授業をする場合は、来週のビデオを見て、その後で、教案を作ってほしいと思います。はい。それでは今日のビデオはここまでになりますね。参考文献としては、もうこれね、本当に、もう日本語教師だったら、これは誰でも必ず、読んでおかなければいけない本です。はい。別にこれ、もう本当に基本的なことしか書いてないので、もう自分でね、専門で第二言語習得について知ってる人だったら読まなくてもいいけど、だけど第二言語習得のことはまだよくわからないっていう人は、必ず、この本だけは必ず読んでください。はい。で、ちょっと海外だと少し買いにくいですね。インドでも買えないんですけど、インドでも、日本のアマゾンのアカウントを持っていれば、Kindle で読むこともできます。はい。あと、いくつかご紹介、今日引用した本はこの本ですね。はい、この本です。あと、こちらは、日本の英語教育の、日本の英語教育の現場の話で、これはタスクベースなので、TBLT、タスクベースドラングエイジティーチングというもので、行動中心アプローチとは、微妙にちょっと違うところもあるんですけど、大体同じです。大体同じ。はい、シラバスもキャンドゥシラバスで書いてあることがあるしね。はい、なので、これを読んでいただければと思います。はい、それでは今日も、ご視聴ありがとうございました。ぜひ Google Meet でお会いしたいと思います。フィルムレンゲー、失礼します。はい。